はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今日はですね、夏に履きたい大人の革靴パラブーツ、おすすめのローファーというテーマでお話をしたいと思います。今回のテーマは、夏に履きたい革靴になります。普段はですね、サンダルなどラフな、アイテムを、着用することが多いんですけども、特に私がね、愛用しているのはこのホカオネオネのリカバリーサンダルですね。本当にね、こうちょっと泥がついてね、汚れているんですけども、本当に、これ大好きで、私2足目です。で、この2足目ももう本当にこんな感じでね、ソールがだいぶすり減っているので、またね、3足目をちょっと購入しようかなっていうふうに考えているぐらいなんですけども、まあね、こちらね、履き心地かなりいいんですけども、カジュアルなので、もう少しね、セミフォーマルにも着用できるアイテムが欲しいところっていうふうに考えていました。で、今回は、きれいめでかつ、夏にも快適に着用できるアイテムをね、紹介していきたいと思います。今回紹介するアイテムについてです。こちら、パラブーツの、ここ数年ビームスが、型から別注して展開するモデルのコーシカになります。で、こちら、価格の方は、26,500円、こちら税抜き価格になっているんですけども、現在はね、ちょっと値段が高くなっているかもしれません。まあ、3万円以下で購入できるという点で、かなり、コスパの良い商品であるということがわかるかと思います。で、こちらの型としてはですね、デッキシューズと、ペニーローファーを融合させたデザインになっており、大人めのカジュアルからリゾートまで、おしゃれな人の足元を彩る、一作として、定着してきました。ソールについてなんですけども、通常の、パラブーツはパラテックスという、ラバーソールになるんですけども、こちらは、フランス海軍が、採用する滑りにくいソールになっています。で、結構ね、ソールの厚みとしても、結構このように薄めなので、本当にカジュアルにラフに、着用できるアイテムかと思います。アッパーにはですね、濡れて急激に乾燥してもひび割れがしにくい、油分を多く含んだ、ボイルレザーが使用されており、機能面でも言うことはないかなというふうに思います。通常の、パラブーツは、リスレザーですね、なんですけども、このように、内張りもなくてですね、こんな感じになって、中はね、こんな感じで、結構ね、きれいめなんですけど、カジュアルな要素が強いアイテムというふうに言えるかと思います。次にですね、定番のシャンボードと、比べてみたいと思います。で、このように、横に並べてみると、とにかく、ボリューム感が全く違うということがわかるかと思います。で、こちらのね、定番のシャンボードに関しては、本当に以前にもお伝えしたんですけども、カジュアルからセミフォーマルまで幅広く着用できるということはね、お伝えしたかと思うんですけども、本当に使いやすくてですね、夏場でも問題なく着用することができるアイテムになっています。でもね、私がシャンボードをね、履いてみて思うっていうことに関して思うことなんですけども、本当に着脱がしにくいんですね。で、この紐に関しては5アイレットになっているんですけども、これはね、逆に、ホールド感の強さっていうふうにも言えるかと思うんですけども、毎回紐をしっかりと緩めてから着脱する必要があるので、室内外をね、頻繁に行き来するような際は着用をね、ちょっと躊躇してしまうっていうこともね、あるんですね。その点、こちらのビームス別注のコーシカに関しては、このようにですね、上から見ると履き口がとても広いですよね。で、高さがですね、シャンボードと比べてこのように低いために、脱ぎ履きがとても楽です。で、当然、このように紐がないので、スリッポン感覚で履くことが可能になっています。なので、夏らしく素足でね、履くっていうのも一つですし、逆に、カラーソックスなどとね、合わせて楽しむのも一つかと思います。で、パラブーツには、定番の、ローファーとしてランスっていうね、モデルがあるんですけども、ランスもね、とても人気は高いです。ただ、価格の方がね、7万円前後と高価なので、なかなか手が、出しにくい部分もあるかと思います。その点、コーシカに関してはパラブーツでありながら3万円以下で購入できるっていう点に関してはとても面白い部分かと思います。で、こちらはね、一応ボイルレザー、オイルを含んだレザー仕様になっているんですけども、中にはですね、ヌバックであったり、スウェードっぽいような、素材のものをね、別注した、方もあるので、いろんな、好みによってね、選んでみるのも面白いかと思います。では、次に着眼に移ります。今回着用するアイテムについてです。2パターン、紹介していきたいと思います。まず、こちらね、コーシカに関しては、サイズの方は8ですね、8になります。
ファラーブーツは私ね、8を着用することが多いですね。でコーディネートなんですけども、こちら、ブルックスブラザーズのコンブレザーになります。こちらは、銀ボタンって言ってね、ちょっと珍しいんですけども、ブルックスクールという、夏でも快適に着用できる素材になっています。中に着用するシャツについては、インディビジュアライズシャツのボタンダウンですね、サイズ M で、こちら半袖になっています。で中にはですね、ジムトンプソンのネクタイを、締めたいと思います。で合わせるパンツは、リゾートの710、ウエスト32、レングス29を着用してみたいと思います。でもう一パターン目なんですけども、こちらリアルマッコイズのシャンブレーシャツですね、こちらサイズ15になります。で合わせるパンツは、カジュアルな、パタゴニアのバギーズショーツになります。こちらはサイズの方は S ですね、 S になります。では、着画に移ります。はい、次に着画に移ります。ちなみに私は身長が175センチ、体重が65キロになります。まずね、リゾルトの90と合わせています。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。まあ本当にとてもまとまったコーディネートになっているかなというふうに思います。本当に私が、全て好きなブランドでコーディネートをしてみたんですけども、まあ、本当に定番中の定番ですよね。まあ、ブルックスブラザーズのコンブレザーにこのリゾートの910なんですけども、まあ、この710っていうのは細身のテーパードシルエットになっているんですけども、それがね、ちょうどこの高視化とね、相性がとても良いかなというふうに思います。やはり夏なので、まあ、このように素足であえて着用しているんですけども、レングスの方が29といって若干短めになっているので、まあ、このように夏らしく着用できるのではないかなというふうに思います。で本当にこの、ね、ブルックスクールっていうのはとても、涼しく着用することができるんですね。なので結構私は、夏場でも、まあ、このようなスタイルで、まあ、ちょっとホテルにね、ちょっとお食事に行ったりとかするときは、まあ、このような、格好をすることが多いです。あくまでね、ジーンズでカジュアルなんですけども、まあ、こうしかもね、まあ、ローファーっていうかデッキシューズに近い、デザインになっているので、かなりカジュアルですけども、このように、きれいめなコーディネートにも使うことが可能になっています。では、次に移ります。はい、次にですね、パタゴニアのバギーズショーツと合わせてみました。では、簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。まあ、かなり、パタゴニアの、ね、ショートパンツと合わせているので、カジュアルなコーディネートにはなるんですけども、もともとパラブーツっていうのは登山靴として創業しているので、結構このようにアウトドアアイテムとの相性も良好になっています。でパタゴニアのこの、ね、ショーツも5インチって言って、さらに短い、丈が短いような、アイテムなんですけども、結構、このレザーに関しても水に強いレザーになっていますし、履き込んでいくうちにどんどんエイジングが楽しめるアイテムなので、本当にガンガンカジュアルに、着用しても問題ないかと思います。でこのね、シャツに関しても、リアルマッコイズのシャツって結構このワッペンが入ってたり、背面のね、ステンシルが入っているなんかで、なかなか遊び心があるアイテムなので、このように、パタゴニアと合わせることも私は気に入っています。でこのコーシカに関して本当に履いていてめちゃくちゃ軽くて楽です。本当にサンダルとかね、スリッポンを履いているような感覚で着用することができるので、まあ、こちらが3万円以下で購入できるっていうのは本当にお買い得なアイテムかと思います。初めてのパラブーツ、まず一足ちょっとカジュアルに履けるものが欲しいなっていう方に関しては、本当にこのコーシカから、入ってみるのも面白いかなというふうに思います。ということで今回は、夏に、着用できる革靴っていうテーマで、パラブーツのコーシカを紹介させていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。